一塁でさ、ベース上でこう話したりするのってプロ野球で結構あるじゃない、はい、あれドラゴンズ戦皆無だったからね。そうなんですか。話さないもんね、はい、巨人の由伸とお前仲いいみたいやけど、お前連絡取り合ってたら自分がやられるぞって言われて、はいはい、一切連絡するなって言われた。ミスターパーフェクトマジャー、ということで、うん、明治大学で、うん、はい、素晴らしい成績を残した川上さん、さあどうする、プロどうするんだっていう話をしてるんですね。はい、なんです、はい、1997年のドラフトで当時大学の大先輩である星野仙一さんが監督をしていた中日ドラゴンズを逆指名、結果他球団が競合することはなく中日の単独1位指名となり、契約金1億円、出来高払い5000万円、年俸1300万円という最高の条件で中日に入団をされました、うん、これはもう今で言うパワハラですよね。もう絶対にいらない、だって無理じゃんこれ、星野さんやってんだもん。マキさん、簡単に言うと逆指名じゃなければ僕多分中日にいてないですよね。どうですよね、うん、言ってないっておかしいんですけど、まあ違うところも選べましたよねってことだよね、中日、うん、そうだから他も手出せなかったと思うんですよ。もうだって謙信が多分そこに行くだろうっていうふうに思われちゃってたと思うね。他に手出すと星野さんと後で嫌なことになりそうじゃない、他の球団の人たちも、まあ、勝手なイメージですよ、イメージイメージ、俺のイメージ、うん、運しか言えない自分も。どうでした、やっぱりドラゴンズに俺行くんだよななんて思ってたし、やっぱりいやいや全然ですよ、まあ終わったから言えるのであれですけど、嫌いな球団だったんですよ、おドラゴンズは、うん、さっきも言ったように僕巨人ファンだったので、はい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 、もう敵みたいな部分だよね、敵、ちょっとしたもうなんでこんなに強いんだって、うん、落合さんがこうにらみ利かしたヘルメットをかぶってこう、はいはい、ゲーリーがとか、はいはい、嫌な強い打つ打線だなとか、はいはい、いうふうに思ってた球団だったんでね、うん、あんま応援してないから特に、はい、でだから最後の方なんかもピッチャーって言っても打線はいいけどピッチャーなんかもう山本昌さんと今中さんしかいないやんみたいな感じで思ってた自分がいたんで、うん、学生時代は、うんうん、だからもうありえないと思います。はあ、でも、はい、まあ一本の電話が入るわけですよね、まあ、電話、はあ、まあはい、謙信お前ちょっと一回ホテル怖いなんつってそういうことですよね多分、まあ、あのあれですよ、電話っていうかね、なんか知らんけど気がついたら名古屋球場、あ名古屋ドーム当時、うん、2試合見に行ってました。あなるほどね、試合を見に行ってた自分がいたのが不思議だった。あなぜ名古屋ドームにいるのかなって、まあ、ちょっとした暗示をかけられてたかもしれないですよね、頭の中がこう、うん、ドラゴンズが、うん、感じで、まあまあでも、まあ、今だから言えるんですけど、はい、やっぱりドラゴンズ選んでよかったですか。いや全然よかったです、はいはい、よかった、その言葉をね今星野さんちょうど本当に、はい、あよかったと思ってると思いますよ。僕結局、うん、やっぱり高校時代も練習やらされてたんですよ、はい、自分からは一切やらないと、うん、で大学時代も練習きつかったんですけどやらされてたんです。やらせた感があったってことですよね、自分の中ではやらされてた感が、うん、多分、うん、自主トレったらもう全然ダメだったと思うんです、うん、ゴルフばっかりやってたってことね。タイプでタイプ的にね、ね、うん、プロ入っても結局星野さんの最初の始まりっていうのはやっぱりピリピリしてたので、はい、やっぱコーチ陣も、うん、トレーニングコーチの方たちも、うん、もうだからとにかく投げる時の方が一番練習が楽っていう感じ、あそれ以外が恐怖で、うん、もうなんていうんですかね、投げるバントシフトとかそういうのが一番こう体力が温存できるっていう感じ、うんうんうん、もうそれ以外がもう苦痛で苦痛だったところで体が鍛えられてきたっていうのが、うん、星野さんじゃないと多分ダメだったと思う、中日ドラゴンじゃないと。あだからもう最初の時にそういうこうきついところでやれたから今の自分があるってことなんだよね、うん、だもし緩い、まあ、球団とかに最初に行ってて、はいはい、すぐにエースでもなってたら、はい、もしかしたら野球人生短かったかもしれない。もう間違いないと思います。そうだよね、はい、そんな長くできないもんね。できないです、できないです、うん、やっぱり。まあでも入ってみてこうプロでやれるなって
すぐ感じることができたのか、もしくはここ きついなと思ったのか、どうでした？いや正直きついなと思いましたね、うん、そのプロでなんとかやってるけどこの先続いていける自信はないなと思ってましたね。その当時はまだ、カーブと曲がらないスライダーと、スライダーとあのフォークのサインが浮き上がるようなフォークっていうんですか、伸びるフォークですよね、伸びるフォーク、うん、はい、もうだからキャッチャー当時中村さんがもうてんやわんやでサイン出してたけどでもあのこっちはそう感じないんだよね、はい、謙信最初からこうコーナーにいろんなもの投げてたってイメージしかないんだけど、ちょっとてんやわんやだった。もうてんやわんやですね。曲がらないスライダー、曲がらないスライダー、清水さん当時ね、巨人の清水さんが、うん、あのフォーク投げたら、うん、なんとバットの上をすり抜けていくフォークで、うん、首をかしげてた、うん、あいつ伸びる球投げたぞって、はい、あもうそんな、もうでもそんなイメージないんだよね。最初の年からもうしのぎを削って新人王争いを由伸と繰り広げたっていうイメージ、どうなんですか？はい、そうなんです。川上さんはルーキーイヤーから1軍の先発ローテーション入りされ、25試合に先発し14勝6敗、三冠風、防御率 2.57 と素晴らしい成績を残されました。これ今年だったら最多勝ですよえすごいですよこれ、うん、いや昔結構ね勝ち星増えてましたよね、うん、まあまあでも、まあ、でもやっぱり謙遜してますね。いや、うん、川上謙遜になってます。変えとけばよかった。いや本当にあのねすごい、それ伸びるフォークじゃ勝てないし、曲がらないスライダーじゃ勝てませんから。シュートも投げてなかったっけ。まあ途中で小細工してましたね。ね、でこれと結局将来的にカットボールを覚えて、そうですね、行くわけですけど、でもその中の存在はやっぱりいましたよ。 なんか僕を頑張らせてくれてたっていうね。それが由伸。そうですね、はあ、だからまあ実際由伸がいなかったらダラダラってダメかってなってるんですけど、結局野手とピッチャーでは違うんですけど、彼のホームラン数が大体これぐらいだと自分の勝ち星はどれぐらいなんだろうか、一緒ぐらいなんだろうとか、うん、ずっと自分の中で競争してたので、あ、由伸が15打ったってことはもう俺は5勝レベルしとかないと、とか、そうか、俺の中にまたこの星野さんのところどころの一言がいっぱいあるんです。そうだよね、巨人戦に対してまた無類のね、いろいろやっぱりドラゴンズの選手はもう、はい、目の色変えてきてたから、巨人戦にあえてこう当たるように、まあ、ローテーションもなんか組んでたのか、でそういうことをやらし、まあ、やってくれてたおかげで、なんかこういつの間にかやばい、自分がやばいっていうよりもうやるしかないだろうっていうのにやったのが1年目です。でもやっぱそれって星野さん考えてんな。多分そうだと思いますね、うん、だから大学からやっぱり聞いてると思うんですよ、うん、そういう謙信っていうのは、はい、やったら実力すげえあるんだけど、うん、ちょっと怠け癖みたいなものあるかもしれないよ、はいはい、だから、はい、うまく叩いたらこの子は伸びるよっていう情報を多分得てたんだと思う。多分もう性格まで読んでるんだ。だから結局星野さんが、うん、入団してオープン戦終わる頃ぐらいですかね、シーズン前ぐらいに、はい、巨人の由伸とお前仲ええみたいやけど、お前連絡取り合ってたら自分がやられるぞって言われて、はいはい、一切連絡するなって言われた。そうな、ああもうすごいいい教えだと思うんで、はい、うん、お前がやられるだけやぞって言われて、それ以来だからもう携帯連絡しなくて。でも由伸はそれ知らないから、かかってきたりしたら着信拒否するわけ。見て、だから昔の彼女彼氏みたいな出てあげたいんだけど悪いみたいな感じでね。あでも何回3回目やったら向こうも分かるからね。そうだ、もうこれ以来、うん、あなんかもうあれなんだとか、もっと言えばその挨拶も行っちゃダメなんですよ、先輩に。はい、もうそれはもうドラゴンズの選手たちは来なかったよね、こっそり行けという感じなんで、うん、だからもうそういう由伸が遠くで見えて、向こうは多分こうやってるんだけど、僕らもなんか見て見るふりしてるような感じで、自分が一塁でさ、ベース上でこう話したりするのってプロ野球って結構あるし、はい、あれドラゴンズ戦皆無だったからね。そうなんですか。話さないもんね、はい、ドラゴンズ選手多分巨人の選手たちと話してたら、うん、後で星野さんにどつかれてるんじゃないか、本当に下手したら2軍行きぐらいに、うん、そういうのでなんか全体的に良かったんです、うん、でも結
果さ、プロレスだってさ、あんなにやり合ってるのにさ、帰り同じバスで帰るじゃん。一緒に飲んだもんね、うん、あれ興ざめするじゃん。多分焼肉屋行ってさ、ね、フォークで刺したようなさ、マスク破ろうとデリーファンクがこうやったりしてあとに一緒に焼肉食ってたらさ、そう、それと同じでやっぱりね、謙信と慶喜が試合終わった後に焼肉食ってたら、そりゃ、ね、プロとしてファンは見ちゃダメだろ、見せちゃダメだろっていう思いがあったと思う。だからもう本当に星野さんのそのドラゴンズと巨人がやるときってピリピリしてたんで、うん、僕らも本当になんか特別な試合として位置づけてた。やっぱり目の上の単行部じゃないけど、やっぱりいつもね、戦い優勝を争うような強いチームだったんで、うん、もうそれがやっぱり星野さんのそのこうやっぱりプロイズムみたいなのありましたね。そういうことなんだね。もうこのここでもうプロ野球のこの精神力っていうのはまあ養われましたね、僕は。うん、謙信は星野さんに、まあ、厳しく叱責されたことは言葉今選びながら言ってるんだけど、あのどうなんですか、あったの。いやもうね、牧さんも分かると思うんですけど、星野さんなんオーラっていうか、あるある、なんかもうなんていうんですかね、怖いじゃないですか、やっぱり。怖いですよ、近寄ってきたら。そうでもあの人って、まあ、僕ら他球団じゃない、はい、で怖いイメージしかないんだけど、はい、オフとかに会うじゃない、はい、ものすごい優しい言葉かけてくれるのよ。そうって言うし、ね、たまに優しい雰囲気の時もあるんですけど、あるあるある、すげえある。だけどどっちかって言ったらやっぱりその動物園にいるライオンをやっぱり触れそうで触れないみたいな感じ、うんうんうん、やっぱりちょっとでもこうするとガブッていかれそうなぐらい、うん、やっぱ油断はできないです。油断できないね、はい、星野さんが笑顔で喋ってきたからって自分も笑顔で喋ると危険なことが起きそうな気がする。常になんか、はい、まあまあでもそれもまた演じてたし、まあ、その距離感っていうのは絶対大事だったんだろうね、はい、距離感はすごいいい感じでもあったと思うんですよね、うんうん、はい、まあ、だから結果的に星野さんがそのうまくこう演出して巨人戦にもぶつけてくれたことによって、はい、うん、川上憲伸を知らしめることもできたし、そうですよね、多分そうだった、そういう狙いはあったと思う、ね、あったよね、はい、で結果これこの年の最高レベル新人王争いは2人受賞なの。あ、いや、そのあたりちょっとご紹介してもいいですか。うん、先ほどご紹介したように、まあ、通常であれば間違いなく新人王当確という川上さんの成績だったんですが、はい、この年は新人でいきなり打率3割19本塁打75打点を記録した高橋由伸さんですとか、うんうん、打率3割2分7厘135安打を記録した坪井智近さん、うん、さらには広島の守護神として54試合に登板し9勝18セーブを記録した小林寛永さんなど、他にも例年であれば新人王を取ってもおかしくない成績を残した選手が多数おり、うん、川上さんと高橋由伸さんのダブル受賞でも良いのではという声もある中で、うん、最終的には川上さんが見事新人王に輝きました。これも星野さんがすごく組織をまたそういうことじゃないでも、でもやっぱり最後までドキドキしたね。じゃあね、いやこれね、やっぱこう夏過ぎぐらいに、うん、まあ吉野部と僕かなっていう感じで思ったら、さっき言った坪井さんが首位打者取りかけてるんですよ、はい、そうそうそう、急に、ね、規定任務が、うん、規定打席が達してポツンと確か首位打者っぽくなって、はいはい、タイトル取るとまた話は別だろうってなって、うん、でこの小林海英さんがドラゴンズの抑えの孫さんが調子悪くなったりとか、うん、いろいろ抑えのピッチャーが打たれ始めて、小林海英さんがセーブを取るんじゃないかってリリーフから、そうそう、もうだってもう暇がありゃ海英投げてたの。でも本当だ、うん、マキさんこの時抑えし、抑えじゃん、何年それ98年、あ、抑えです、ですよね、うん、だからそう、まあ、牧さんとかなんかそういう感じの抑えの人のイメージだったんで、うん、あ、そうか、はい、いや慶喜も入ってきた時からよく女の子にもモテてたしな、ね、うん、ちょっとそこの有利さがあるんじゃないかってこっちはドキドキしてました、まあ、でも結果的には取れたということで、まあまあ慶喜は特別賞ももらってないの。じゃあこれで、いや特別賞はあったと思うんですよ、もらったんだよね、坪井、うん、ももらえた、海援ももらえたの、はい、あ、まあまあでも そういうこうなんか、うん、ってことは
ジャッジと大谷だったらどっちですか今またそれくらいのそれくらいの争いなのよ今。どっちがジャッジですかねいやちゃんとジャッジしてくださいよ。どっちが勝つかどっちですか、大谷とジャッジの MVP 争い。僕ですか、僕が思う普通に大谷、大谷、はい、そうです。もうそれは誰でも経験してるし、いや僕はやっぱ憧れ選手ですもん、大谷君。あ、結構原監督好きになったりいろんな選手好きになるね、意外と好きな選手多いです、はい。